はい、どうも、ゆっきーです。ですね、証拠にもなく、タバコをまた買ってしまいました。今回は、マールボロの、ブラックメンソール8です。パッケージがね、かっこよくて、ちょっと最近暑くてね、メンソール系を吸いたくなったんですけど、それで、ちょっと買ってしまったという、ね、感じでございます。それでは吸っていきましょうか。あ、ここ黒くなくなったんや、これ。なんかこれ昔黒かったよね。ここの白い部分。タールが8ミリ、ニコチンが 0.6 ミリ。マルメラと同じですね。タール値。では吸っていきたいと思います。ものすごい、メンソール感が強いということで。ああ。まあでも、暑い日にはいいかもな。こういうスカーッとしたのが、ああ、かなり。うん。ああ、口の中が冷たい。いいね。暑い日にはいい。うん。強烈。そこそこ強烈だね。俺の中の、そこまで強烈じゃないけど、いわゆるさ、潰すタイプのやつ。あれの方が多分強烈なんだ。うん。結構よくあるけど、どこでもあるけど、潰すタイプはね、かなり強烈なんだ。痛いぐらい。でもこれはね、確かに強いんだけど、口の中とか鼻が痛くなるほどではないので、うん。まあ、5つ星が最高だとすると、メンソール感最高だと仮定すると4つ星ぐらいだ。多分ね、マールボロのね、アイスブラストってやつが、多分、ボール潰すタイプなんだけど。うん。これぐらいのあれがちょうどいい、ちょうどいいっていうか、暑い日にはちょうどいい。これ、まあ、結構メンソールな、香りっていうか味っていうかあれするけど、ちゃんとマルボロの、うまさもしっかりあるんで、うん、ちゃんと味するんでね。これはなかなかいいんじゃないですか。マルメラの。マルメラの強化版。メンソール強化版みたいな感じか。
マルボロはやっぱうまいっすよね。ただ値段が高いんで。JPS メンソールとか出てくれるとありがたいんですけど。まあ、マールボロ買うぐらいだったら、JPS 買うんですけど。まあ、マールボロは、マールボロはちゃんとね、メンソール系が結構あるんで。うん、まあ、これはこれでいいでしょう。四つ星、ご視聴ありがとうございました。